始まるコウタとの一緒の時間。でもコウタってば海岸で出会ったニューちゃんのことばっかり。しかも女の子いっぱいいっぱい連れてきちゃうし、もうコウタバカバカバカ。イエーエルフェンリート、7月25日より待望のオンエア開始。コウタ、私の気持ち気づいてくれる？